那个导演说，就是刚才看到那个甘露流的他们的那个呼吸。宮平先生の中国語初公開の映像です。我们博主前里面中国武術家の深い話を宮平先生の通訳でお届けします。この発声じゃないですか、まあ、呼吸で、これは獅子口、獅子ってのはあのライオンの獅子ですね。口ってのはこう叫ぶというか。福建省の南少林寺で中国の武術家たちと中先生と宮平先生が交流。この時出会ったすごい武術が五祖拳、白鶴拳、猿拳、羅漢拳、脱孫拳、太祖拳、5つの流派を集大成して生まれた武術です。中先生も体験しました。天地人战，天地气地人。啊，天啊，天气是的，三境的三境，嗯，三境。天地。也鼓舞してます。やっぱりやっぱり中身ですよ。すごいです。びっくりですね。やっぱり南拳の地ですね。南拳の聖地。はい。違いますね。はい。他作为导演，就是大興奮の裏側をお届けします。宮平保の通訳で知る中国武術と空手の秘密。宮平先生、もともと五祖拳って知っていました？五祖拳はもちろん、はい、あの名前は、はい、武術やってますから、聞いていましたけど、やっぱり実際に目の前で見るとやはりまた雰囲気は違いましたね。やっぱり沖縄のやっぱり古流の空手っていうのを彷彿させます、イメージさせます、はい。五祖拳的特点是比较它动作不是很大，比较小，力量是从脚上发出来，所以它手的变化一点点变化就有很大的功效。它手的变化一个伸一个吞一个吐就变化就很大，它的力量全部从脚上起来，不是用肩膀，不是用腰，而是脚。力は足から足からね、細かいの部分は手の技。少し変化してもいい練習になります。これは五祖拳特徴。五祖拳と沖縄の五十流空手は似ているようですが、何か関係はあるのでしょうか？五祖拳跟这个空手道的关系哈是这样，因为五祖拳里面有五个华祖，就是刚才讲的五种拳：太祖、达尊、罗汉、行者跟白鹤。那其中白鹤这一支是化缘于咏春。もちろん関係はあると思います。ただ五祖拳というよりもやっぱり主に白鶴拳ですね。白鶴拳っていうのははっきりとこう伝わってるっていうにはこう考えていますと。そうですね。はい。はい、那个白鹤拳，白鹤拳是化缘于咏春。那白鹤拳到，它是清朝清朝初年的，到现在有三百多年的历史。白鶴拳だけども新王朝の初期から始まってるので、約300年ぐらいの歴史がありますと。那太祖是在宋朝，北宋，所以从北宋一千多年到三百多年这个期间，形成五祖拳这五种拳。で、さらにさっきお話で出ました太祖拳は、さらに遡って宋の時代なので、約1000年の歴史がある。で、そういったものをこう、五祖拳がいろいろ吸収していったってことですね。太祖拳のスタートが約1000年。そして若い白鶴拳が約300年。つまりその中でこう取っていって吸収して成立した門派ですから。が五祖拳になった。はい。現在我是讲这个关系呢。白鹤拳传到福州。福州他就有一个明鹤拳、素鹤拳、灰鹤，他就传了福州的四五种鹤拳，然后其中一种鹤拳就传到冲绳。冲绳其中的一个流派刚柔流是跟这个鹤拳是有关系的，所以就这个渊源关系是从他那边福州鹤拳，然后咏春的白鹤拳
这一条跟五祖前接连成一条线，这个关系。まああの沖縄でこう五十流っていうのをこう見てみます。明らかに白鶴拳の影響を感じますと。で福州の白鶴拳、白鶴拳の中でもいろんな種類があるそうですが、あと英春拳ですね。英春英春拳ではなくて英春拳という場所の、はい、白鶴拳、そういったものがこうおそらくまあ伝わって五十流に大きな影響を与えているだろうということですね。体の使い方がすごいですね。五十流とすごい似てますか。まあ書とかに似てますよね。こんなに似てるとは、あの雰囲気がですね。中先生、五祖拳の練習を見て松濤館流と似てると驚いていましたね。ですからもっと南拳イコール五十流近いんだろうなと思ったんですけども、我々にも似てるなと思いました。ですね、昨日も今日見て、我々の体にもすごく似てるなと、もっと五十っぽいのかなと思ったんですけども、それでっぽいと思われますよね。就是他是那个宗老师是不是甘露流，他是一个怎么说呢，一个松涛馆，一个是另外对另外一个流派，那个跟甘露流那个风格完全不一样的。但是呢，他一直以为是福建的南拳，肯定比较接近那个甘露流的。但是呢，他觉得没有想到自己练的松涛馆也是有些地方还是有很那个共同的地方。就是他是这样的感觉，因为琉球这个地方以前啊，在明朝的时候跟福建的这个关系是非常深的。琉球县还有很多是原来是中国的后裔，三十六县，有三十六县是到琉球，什么蔡县呐，很多县到那边去，然后就变成琉球人了。あの琉球とまあ福建はもともとこう交易非常にありまして、例えば三十六線ですね。そういったものも含めて、はい、あの福建からは、はい、あの文化交流であったり、当然その中で武術もまあ含まれるということですよね。所以他跟福建的这些传统文化，特别是武术，为什么会那么深的渊源，是跟这一段历史有关系的。あのまあそういうことで、なんていうんですか、一見こう離れているように見えますけどね、やっぱり琉球の空手のこう源流をたどっていくと、まあ言うまでもなくこう福建の武術に至るということです。言えば分かるということですね。はい、そうですね。福建ですね。間違いないんじゃないですかね。昨日の言葉もそうだったですね。那现在比较有确切证据的就是甘露流了。甘露流跟这个我们五祖拳，这个是有关系，有关系。但是它整个从拳花，这种功法，练功的基本方法，很多都很相像。因为1990年我到冲绳去，他冲绳有一个空手道保存会，很多的流派都出来，然后演练的话呢，跟我们的这种五祖拳的练功方法都很像。比如像有一种叫盘舞技，这些练功方法，这些都是一样的。あの1990年に一度沖縄にいらっしゃったことがあって、その時に沖縄空手保存会というところと交流して、多くの空手の師範の方々が演武なさって、でその基本であったり、あとまあ小手鍛えですかね、こう腕を打ち当てる五十流なんかありますよね。そういったのを見て、自分たちのやってるそのこの五祖拳ですか、そういったのも共通するのがたくさんありますね。いや、きつい。中が持たないんですよ。呼吸が持たない。面白い、もう一回大事。すごいね。中先生は五祖拳の呼吸法を体験して、五十流とはだいぶ違うと言っていましたね。で、那个导演说，就是刚才看到那个甘露流的他们的那个呼吸，像，还有那个，就是刚才看到那个太祖拳的那个呼吸的方法，好像感觉有点不一样，好像听起来声音也有点不一样。我们五祖拳里面，我们五祖拳里面有一种叫狮子吼，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 
是之后他的他这是我们传统练功方法里面的吞吐成骨的一些基本的功法在里面。那个狮子吼是那个动物的那个狮子，哎，狮子狮子，吼是吼，はいはいはい。まあ先生のなさってる系統の五素拳にはこの発声じゃないですか、まあ呼吸でこれは獅子こう獅子っていうのはライオンの獅子ですね。こうっていうのはこう叫ぶというか、はい、獅子こうというその方法がありまして、で昨日おっしゃってたのと同じですけど、ドンと、浮く、沈むというこれはありますということをおっしゃってますね。他那个喉不是从这个胸部的喉咙出来，是从丹田上来的。まあこれは五十流のが喉からとはおっしゃっておりませんが、いわゆる五素拳ではこの辺で呼吸するのではなく、丹田からやるので自然にそういう音になるということですね。那个老师看了甘露流他们的那个呼吸，你觉得怎么样？他说，他这个也是跟我们很多传统的也是 也有一样，不是 完全不同，也是一样。まあ全然違うとは言えませんけど、まあ共通部分はあるだろうというふうにはおっしゃってますね。他的呼吸法跟练功法，包括跟动作是互相相辅相成配合在一起。動作と呼吸というのは必ずこう一体になってるんですね。カメラを通して見ると、空手の三鎮は体をガチッと固めているのに対して、五素拳の三鎮は全身を震わせているように見えました。他作为导演，就是拍的那个从角度来看，就是空手道是好像什么都好像固定，然后就是这样动，然后这个呼吸是这个感觉。但是今天看到那个太极拳是好像全身好像啊，对，一个整体要整体，就像刚才张老师讲的，他的画力是从脚底下画上来的，而不是光是肩部或者是腰部。これは固定して、例えば肩だけ動く部分的な動きじゃなくて、やっぱり全部力を足から持ってきますので、こういうふうに動かすということ。所以我们的拳传统拳很注重的一个整件整体的件整件。これは那个整形と言いまして、これは整体の整、整うですね。整う形、形っていうのは中国語でこの八角形の形ですね。全身といってこう全身の形を整うというこうまとめると言いますかね。はい、そういうふうな言葉で表してます。整形ですね。あと空手ではこの細かい口伝といいますか、このコツがいわゆる言葉としてというか書き残したこのコツとして伝わってないものがありまして、でそうなるとどうしても表面的なやつったらあれだけど、その個人のあれになっちゃう。その、はい、個人の解釈であったり、個人の技量で止まっちゃう。その人が言ったところでも、でお弟子さんがそれを超越して、そのいや先生違うんじゃないですかというレベルに行かないとちょっとなかなか難しい。だからやっぱりね、こう福建に来ることでなんかいろいろパッとあれと、はい、なんかインスピレーションありますよね。あると思います。はい、中先生が棒の型を披露しましたが、五素拳も棒を使うんですか？武术拳里面有还是有那个兵器，兵器有兵器也有，兵器也很多，就是以棍为主。以棍为主。しかしやっぱり棍を主体として。哦。刚才表演的那个叉子，叉子就是三股叉。三叉という、さっきあの農業で使うような、はい。三叉的効果感。对，感受。あれは実践的ね。さっきやった棒は、なんのあれは収支の棍。収支の棍。こっちから来てんじゃん。収支。有机会的菜要加吗？加一下。他刚才表演的那个棍，那个老师他们觉得那个有什么感想？跟我们的棍也一样啊，基本上就那感觉。你听不懂？我们五祖拳的棍法也是一样，就是都靠拳手来翻，翻手过啊，这都一样，动作都是一样的。重いって言ってましたね。重いって言ってました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 。
环。我们还有一种正二丈二棍，比这种棍再加一倍。三米六的，三米六，約三メートル六十の長い、三メートル長い、三メートル六十。嗯嗯，这个北派武术的，好像那个练那个大胆，大胆，大胆，那个大胆一样的。但是南派武术的棍是正管之宝。時間差がなきゃ使えないですね。こういう体の時間差がないと長ければ。不能来。部長、这边。すごい技術もいいですが、たまにはこんな風に武術の成り立ちや考え方、歴史を知るのもワクワクしますよね。これも日本語と中国語がしゃべれて、空手の経験と知識があって、中国武術は何でもわかる宮平先生という最高の通訳がいたからこそ、というか宮平先生にしかできない。いや、興奮してますよ。やっぱり中身です。すごいです。びっくりですね。おかげで最高のジャーニーになりました。グレートジャーニー2、3、4は中先生と宮平先生のバディモノ。見逃すなよ。Everyone is a hero in Crowby World。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。